この放送は日産自動車とご覧の各社がお送りします。加藤さん、男の人にも冷え性ってあるんですってね。ありますあります。僕も冷え性。私も冷え性。偶然ですね。でも陽明酒は冷え性だけではないんでしょ。そう、胃腸が弱い人や疲れやすい人にもいいんであります。はい。薬用陽明酒は滋養強壮剤として穏やかな作用で体を丈夫にします。体の弱い人に陽明酒、お試しください。私はこの禁煙パイプでタバコをやめました。私もこのパイプでタバコをやめました。私もこのパイプでタバコをやめました。な、やめたい人の禁煙パイプ。私はこの禁煙パイプでタバコをやめました。私もこのパイプでタバコをやめました。私はこれで会社を辞めました。やめたい人の禁煙パイプ。社長、お食事は？ラーメン。デザートは？お茶漬け。あー、ラーメンとお茶漬けがセットになったペヤングラーメンライス。社長、お食事は？ラーメン。デザートは？お茶漬け。あー、ラーメンとお茶漬けがセットになったペヤングラーメンライス。ラーメンチャーハンも出ました。IWA 認定の世界ヘビー級タイトルマッチの宣言が今東京体育館につき詰めかけました。お客様に、宣言されました。そしてミル・マスカラスの胴に巻かれておりました、これが世界のベルト、 IWA 認定世界ヘビー級のベルトであります。このミル・マスカラスはこのベルトをすでに11年も巻いています。まさにミル・マスカラスの代名詞と言っていいでしょう。このベルトに挑戦する小林邦明、初挑戦、そして初の合わせです。ラコナ挑戦者235番の小林邦明。マスカラスの対決に初の挑戦、果たしてマスカラスを超えることができるか。小林、世界ヘビー級選手権者245番のミル・マスカラス、最初の日本での防衛戦です。ミル・マスカラス、新しい面をこのミル・マスカラスによって、出るかどうか、出せるかどうかといったところです。また倒されます。やはりね、マスカラス選手というのは、まあ、大変にキャリアのある人でね、いろんなタイプの選手とやってるだけに、小林選手の出方をね、どんな出方がしてきてもそれに対応してやっていけるだけのものを持ってると思うんですよ。ですからグラウンドばっかりとは限らないと思うんですよ。さあ、キチンウィングの体勢だ。小林邦明、手四つ、力にも勝ります。ミルマスカラス、サーフボードスタイルで取りました。さあ、膝をつきましたのは小林邦明であります。マスカラス対タイガーマスク戦というのは正月決戦で勝負がありましたけれども、11分34秒両者リングアウトという山田さん結果に終わりまして、タイガーマスクは今年の正月はマスカラスの壁を破れませんでしたね。そうですね、まあ、結果から言ってそういうことになりますね、はい、という意味では今日は小林は勝っておきたいところでしょう、もちろんそうなんですが、これレスリングというのはその日の、ね、コンディションによってやっぱりかなり実力が変わってきますので、3人を、ね、対比して、三角関係で見るわけにはいかないんですね、なかなか。さあ、今度は飛び上がってヘッドシザースホイップであります。確かに山田さん、ミル・マスカラスというのはスピード感覚はなくなりましたけれども、この関節を取ったりですね、首を取ったり寝座を取ったり、この辺うまいですね。いや、これはね、毎回毎回私はね、注意深く見てるんですけれども、もう本当に技の取り方が奥が深いですね、はい、スーッと入り込んでて絶対に相手にね、反撃を許さないような取り方をする。それととにかく手首、足首、背骨、首、もうあらゆるところを攻めてきますね。野田さん、この奥の深さというのはマスカラスならではのものでしょうかね。そうですね、奥の深さと言いますけどもね、比較的腕を攻めたり足を攻めたり首を攻めたりするんですね。こういうことはね、あんまり理屈に合わないんですよね、でそういうことがね、今までの不安の人たちに喜ばれたんですね。動きが多いということでね、でも我々は、専門家から見ますとね、手を取ったり足を取ったりということがね、
あんまり理屈に合わないんでね、あんまり感心しないんですよね。小林の方も負けておりません。リストを取りますが、これを反対に取り返します。そしてもう一回体を丸めて、いい動きに持っていきました。サイドにもつれ込んでまいりました。エプロンでの対決であります。 IWA 認定世界ヘビー級のタイトルマッチ、マスカラスが放送席に飛び込んでまいりました。さあ放送席はもうめちゃくちゃに荒らされます。さあ何しろ世界のタイトルが勝っております。すごい勢いで小林邦也がビルマスカラスに磨きまして、思い切って放送席に打ち付けます。このままの流れでいきますと、ビルマスカラスのこの黄金のマスクがあるいは剥がれるかもしれません。大変な暴れっぷり。さあ小林邦明が暴れまくります。もうなんとなく小林の雰囲気を見ておりますと、タイトルはどこかへ飛ばしたというような感じであります。何しろミルマスカラスの正体を暴いてやろう、こういうような雰囲気にさえ見れます。大変な一戦になってまいりました。さあ馬場さん聞こえますか。聞こえます。大丈夫ですか、はい、今のこの小林の場外性は何だったんでしょうね。そうですね、まあ、あわよくばねカウントアウトで勝ちたいというようなことだと思いますがね、はい、でも攻めるなら一気に攻めようというのが今の小林の態度だったんですね。はい、がぜんこの場外戦を境にして攻撃のパターンがちょっと変わってきましたね。まあ、今までねやっぱり腕を取れて足を取れて回数の方が多かったですからね。やっぱり小林がこういう乱闘で自分の体勢を持ち直そうという気持ちだと思いますね。さあマスカラスがここは飛ぶでしょう。フライングクロスショットを打ちました。喉元ケアを狙います。今度はもう一回は失敗、2回続きません。今度は小林邦明、さあいい体勢を取って、今度はジャンピングスピンキック、相手のモナイターを捉えた。そして場外に飛んでいくか小林邦明、チャレンジャーが行ったのはトペで行った、トペで行きました。小林邦明独断になりました。ビルマスカラスを場外に送り出す。さあタイトル奪取のチャンスがここで出てまいりました。今の攻撃パターンは小林にとってはいいんじゃないですか。そうですね、でもあんまり調子に乗るとね、はい、こうやってすかされますね。今度はおっとミルマスカラスが空を飛びます。さあこれで飛び道具技は1対1ですね。山田さん、そうですね、まあ小林選手が非常にエキサイトして場外戦にもつれ込んだ、はい、この後はマスカラスがどういうエキサイトを見せるかですね、うん、そうですね、彼も非常にラテン系の血がね持ってますんで、非常にエキサイトすると強いですからね。はい、勝負は当然盛り上がってまいりました。バットを取ります小林、バックドラップで思い切ってミルマスカラスを後ろに投げ切った。さあちょっとマスクに手をやります。ミルマスカラス非常に白熱化してまいりました。 IWA 認定の世界ヘビー級のタイトルマッチ、さあ何しろベルトがかかっています。小林邦明初挑戦で初奪取なるか、ミルマスカラス必死で守るか、リングの中央両選手仁王立ち。さあ打ちまくるミルマスカラス、王者の風格押しまくる。また場外だ、また場外に持っていきました。さあ今度は赤い鉄柱攻撃、再び放送席が狙われます。さあ激しく両者やり合う。放送席の目前、赤い鉄柱攻撃、先ほどはマスクに手をかけました。再び放送席だ、ビルマスカラスと小林邦明の激しい乱打戦、いずれも場外での激しい乱打戦であります。しかしさあまた両方の両選手はちょっと両方の要件があるんですけれども、無理に入らないような。 IWA 認定の世界ヘビー級のタイトルマッチ、両選手の姿が場外の奥の方に消え去ります。いやいや大変な勝負でしたけれども、まさかもう少し人気を上げられなかったですね。そうですね、まあこういう風になってしまうとなんかあってないですね、やっぱりこう見てる側としましてね、はい、山田さん、何かこうチャレンジャーの小林の気持ちだけが苛立ってしまって場外戦で勝負ということになってしまいましたね。そうですね、やはりチャレンジャーの立場として何としてもタイトルが欲しいということであれば、作戦的には結局ミスということですね。そうですね、勝負が8分42秒両者リングアウトということで、両者ともに痛み分け、再びリングの中に入りました。ということは IWA 認定の世界ヘビー級のタイトルマッチ、ひとまずミルマスカラス防衛に成功でありますが、さあ小林邦明が譲りません。ミルマスカラスのマスクに、手をかけました。これはもうマスクハギルールでも何でもありませんので、これは許されない行為であります。まあ今日もリング上でミルマスカラスのいわゆる複雑な技の組み合わせで相手の動きを止める本格的なグランドレスリングを十分に見たかったんですけれども、ちょっと小林の気持ちの方が焦りましたか。場外戦が非常に多かったタイトルマッチでございます。
敗れました小林邦明、初挑戦で初ダッシュなりません。一方のウィル・マスカラス、もう11年もこのベルトを守っている、王者の貫禄十分、再びベルトをもぎ取りまして控え室の方に戻ろうとするウィル・マスカラスです。9日は日産サニーへ。すみません、オートバックどこですか？おう、ストレイ、まっすぐまっすぐ。 Thank you、 バイバイ。バイバイ。オートバックどこですか？まっすぐまっすぐ、まっすぐよ。 Thank you。 大丈夫ですか中橋さん？ Never mind、 全ての道はオートバックスに通ずだよ、シノ。車のことなら、カー用品のことなら、あなたの街の。全国のプロレスファンの皆様こんばんは。今週は雪の札幌、札幌中島スポーツセンターからの中継でありますが、折しも札幌雪まつりが開催されておりますので、皆様は、試合の前に一つ幻想の世界にお誘いしたいと思います。どうぞご覧ください。雪祭りでにぎわう札幌、この雪の祭典には200万人が集うと言われています。さあ、戦う男たちの過激なカーニバルと言われるプロレスリング、これより最も危険で不気味な東洋の悪魔、ザ・グレート歌舞伎の入場だ。場内暗転に変わっています。あの長州力がプロレス界の申し子ならば、こちらは20年間汗と涙で築き上げたプロの中のプロ、大きな歌舞伎コールが起きています。札幌中島体育センター、さあやってきた、闇を切り裂くようにやってまいりまして、今リングの周りを徘徊、不気味な雰囲気を醸し出しております。そして口の方に向かって、今ダブル粘着のデモンストレーションであります。日本のプロレスはぬるま湯だと宣言した歌舞伎ですが、誰よりも日本を愛し、プロレスを愛しているからこそ、より厳しく、より激しく燃え上がるザ・グレート歌舞伎。まあ、このタイガーとの一戦でも前半戦、このグラウンド完成されたで持っていったのは、まあヘビー級のレスラーはこの飛ぶだけじゃいけないんだよと、これを教える意味もあった、このように歌舞伎は言ってますね。山田さん、もちろんそうですね、はい、要するに自分はね、アメリカマット界をのし歩いた実力者だと、はい、もうはっきり試合前にね、タイガーマスクのことは何をこの小僧がというふうに言ってましたからね。まあやっぱりそれだけの実力者であるということの意地を見せたんでしょうね、はい。まあ、楽しみは後にとっておくと、じっくりとタイガーを痛めつけてやる、このように歌舞伎は言っておりましたが、まあ、山田さん、この淵も、まあ、今ファイティングスプリット見せましたけれども、この構想に本来ならば淵も割って入りたいところですよね。うん、そうですね、はい、今ね、淵選手がかなりエキサイトして、関節を決められて、はい、リストロックですね、決められてエキサイトして、しかもスラッピングを平手打ちを食ってますね、はい。で歯向かっていくんですが、ああいうふうに腕が決められてますとね、もういかんせんどうしようもないんですね。そうですね、テレビを見ていらっしゃるお客様はね、はい、片っぽの手が空いてるんだから攻められるじゃないかと、パンチとか打てますよね、はい、というふうに考えるんですが、実際に腕を決められてしまうと身動きが取れないわけですね。なるほど。またこの飛ぶだけではないんだということもあったんですが、歌舞伎にしてはタイガーの空中殺法を止めるには足よりもまず手だということを言うんですね。そういうことですね、はい。まあ、その辺のね、その発想というのはこれはやった人でなければなかなか浮かんでこない作戦ですね、はい。さあ、
前半戦必要な攻撃が続いております。関節への攻撃ザ・グレート歌舞伎、この辺がキャリアであります。ベテランザ・グレート歌舞伎、まあ、この淵選手もグラウンドは山田さん得意な方ですよね。そうですね、はい、しかしこういう形でねやられてしまうと一切反撃ができませんね。それであのさっきもヘアプーリング、つまり髪の毛を引っ張る反則をやったんですが、はい、あれも一瞬ですからね、レフリーとしては文句のつけようがないと。まあ逆に言うとそれほど歌舞伎の攻めというものは巧妙であるということになるわけですね、はい、さあどうでしょうか。ザ・グレート歌舞伎、今度はラフ攻撃に展開してくるか。髪を掴んでスタンディングポジションを取らせます。ザ・グレート歌舞伎アッパーブロー、ボディに炸裂、そして今度は顎へ、ものすごい音が放送席まで伝わってまいります。ザ・グレート歌舞伎のアッパーブロー、そして今度は平手打ち、完全にコーナーに縁を組み付けにしました。しかし縁も思い切って反撃、パンチだパンチだ、縁歯を食いしばって反撃に転じます。円錐切り、円錐切り、縁の円錐切り炸裂、ザ・グレート歌舞伎の後頭部であります。そしてワンダー2連発、2連発、この円錐切りはどうですか山田さん。あの最初の一発がね、はい、非常に効果的だったし、あのフォローしたところがいいですね、はい、そして頭に攻撃を集中します。この攻撃がいいですね。あの円錐で頭を攻めて、さらにパイルドライバーという流れですね。そうですね、同じところを攻めています。これは理にかなっています。そしてドロップキック、さあこの後流れをどう組み立てますか。淵正信、さあランダー何を持ってくるか、トアッパーブロー、今度はカウンターで決めた、自らロープに飛んで決めた形となりました。さあそして対角線、おっと振られない振られない、淵が投げた、あっとしかし浮かすに飛び込むと、これだトラースキック。この後には聖剣好きという必殺フルコースもあります。ザ・クレート歌舞伎、まずはバックドロップ、さっきのお返しです。ソウルの体勢、おっとこれでカウント3。体温が上がっていく、夢中で飲んでいた大道ブレンドコーヒー。イモ姉ちゃんで悪かったわね。芋の味知ったらもう離れらんないよ。とことん行っちゃうね。本格焼酎薩摩白波。お灸にいい香りがついた。ますますお灸が身近なものになってきた。新しい千年灸5種類揃って新登場。肌に花咲く。ハイグレード千年球宇宙。さあいよいよ雪の札幌決戦が始まります。あの壮絶な東京決戦から1週間が経過。血染めの防衛に成功した鶴田天竜、前線ましく力尽きた長州やつ、この両チームが再び極寒の札幌でインタータッグのベルトを争います。チャレンジャーチーム長州やつに入場、今夜も気迫で押しまくるというやつ、今夜は選手生命をかけて戦うという長州。さあ果たして勝負に勝って勝敗を上げることができるか。ジャパンプロレスの名誉をかけて、おそらく危機迫る復讐劇をやってのけるでありましょう。長州やつ今期待の登場です。さあ今度はインターナショナルタッグ選手権者チーム鶴田天竜が入ってまいります。東京決戦は見事にリーフォール防衛、宿敵長州八組にはっきりと決着をつけた鶴田天竜組。しかし長州組の怖さを知っているからだろうか、
それほどの喜びを表さなかった鶴田と天竜、緊張感はこの札幌決戦まで途切れることがありません。今夜防衛に成功すれば鶴田も天竜も心から喝采を叫ぶことでありましょう。さあ長州八千代死に物狂いで向かってこい。今夜は2人を病院へ送ってやる。王者鶴田天竜は自信満々です。インターナショナルタッグ選手権試合、札幌中島体育センター。試合に先立ちまして日本テレビ、札幌テレビ並びに番組のスポンサーから豪華な花束が贈られました。リング上タイトルマッチ宣言です。昭和61年2月5日、ナショナルレスリングアライアンス会長ボブ・バイ、パシフィックレスリング協会会長ロード・グレアス。王者チームの表情は非常に自信満々。緊迫感が漂うチャレンジャーチーム長州八組、ここでベルトの返還でございます。通算7度目の防衛戦になります。ジャンボ鶴田天竜、59年の9月の3日、広島でブロディ・ブラックウェル組に勝ちまして王座獲得。その後テリーゴディ・マイケル・ヘイズ、ザ・ロード・ウォーリアーズ、ハンセン・バス・ハンセン・レッド、カーン・ヤツ、長州八組と防衛に成功です。国内一本勝負を行います。あとは挑戦者チーム255番のヤツ。もう後がありません。長州八、今度こそ勝ってみせると言いましたヤツ。さあ報復の手段は果たして何でしょうか。長州力、インターナショナル各選手権チーム260番の天竜。さあ連続防衛なるかどうか、鶴田天竜、まず天竜素晴らしい働きを見せるでしょう。再び返り討ちにするかどうか、ジャンボ鶴田。惑星を撃破しろ。カラーデザインとボイス機能がついた本格的スターアドベンチャーゲーム、スターラスター。空想してから寝てください。スターラスター新発売。トータルカーリフレッシュ、ダイワミラクルチェーン。グッバイワークス、グッバイワークス、グッバイグッバイワークス。ワイククヨー、爽やかに新登場、トータルカーリフレッシュ、ダイワミラクルチェーン。今夜の対決もおそらく魂が揺さぶられるような興奮と熱気がファンを襲うことでやりましょう。東京決戦は22分21秒、天竜パワーボムで八つにポール勝ち、見事な防衛。このタッグの頂上対決、4度目の対決で初めて決着がつきました。さあゴングを待ちます。始まります札幌決戦。まずはジャンボ鶴田と八つ義明でありますが、八つ義明が何やら天竜に注文をつけています。そしてジャンボ鶴田は長州に注文をつけた。さあおっとその隙をついて八つ義明ドラッグキック横っ飛びに飛び出した。これはジャパンプロス軍団の作戦でした。さあ場外飛びだ。先に仕掛けたのは長州力、八つ義明チーム。最初から場外での対決になりました。今夜の対決も荒れそうです。さあ山田さん、あの東京決戦は本当に選手もファンも十分に燃えた試合でしたけれども、この札幌決戦もいい試合になりそうですね。そうですね、あの東京決戦では大変にあの素晴らしい動きを見せた八つ選手が屈辱のピンポール負け、これで今日は燃えるでしょうね。そうですね。さあ長州力、八つ義明得意のダブルの攻撃、ジャンボ鶴田をまず捉えました。それにしましても大きな絆創膏、長州力の脇腹お腹全体をぐるぐる巻きの絆創膏、まだ状態は良くないようであります。ただ一人この4選手の中ではジャンボ鶴田が5体満足、それから天竜も東京決戦で右の手首をやられました。それから八つ義明の方は、ちょっと喉に来ています。こういう風に体を相当やられている選手が多い。馬場さん、はい、東京決戦まず振り返りたいと思いますけれども、
東京決戦ではっきりと決着をつけた防衛、これは意義のある防衛戦だったんじゃないでしょうかね。そうですね、まあね、こう、もうここまで興奮してきますとね、はい、作戦もあるでしょうけども、作戦通りにはいかないと思いますんでね、はい、もうやっぱり出たとこ勝負、その自分の技をね、得意技を出していくということが勝ち目につながっていくと思いますがね。なるほど、今日は馬場さん、それにしましても長州八組、まあ後がないこともありますけれども、非常に積極的ですね。そうですね、まあ、東京決戦ははっきりと決着がつきましたが、馬場さんは正直なところこの両軍団の力というのは五分五分と見てますか、それとも七三で鶴竜のが上と見てますか、どうですか。まあ多少ね、鶴竜の方が上じゃないかと思いますけどもね、はい、でもやっぱこれも気力の問題ですからね、はいはい、もう何とも言えないですね。そうですか、まあ、計算していけばね、キャリアとかそういったものからいけば数字的に上げていけば鶴竜の方が上になるかもしれませんけどもね、はい、もうこういう試合になるともう気力の問題ですから。やっぱり長州が出てまいりました。山田さん、あの控え室でじっくりと長州と話してましたけども、やはり脇腹の状態あまり良くないようですね。うん、しかしね、本人はね、私と顔を合わせた瞬間に一言短く大丈夫ですと、はい、いうことを言ってましたけれども、ね、これはやっぱりね、気力が充実してるということですよ。なるほど、東京決戦ではジャンボ鶴田コール一色でありましたが、この雪の札幌決戦、長州コール一色に包まれております。今夜も脇腹の激痛に耐えて突撃態勢の長州力、まあ、日頃の肉体と技の錬磨がこのギリギリの状態の時、発揮できるわけであります。さあ長州力から安吉明、ちょっとローンバトルが多いジャンボ鶴田、天竜へのつなぎがちょっと遅いような感じがしますが、馬場さんどうなんですか。そうですね、まあ、天竜が手首右手首がですね、はい、ちょっと振り入ってますんでね。そうなんですね、気遣ってますよね。そうですね、でもあれですね、そのジャパン軍団の攻撃もいいと思いますよね、はい、もう絞っていっ ってジャンボを痛めるということはね、完全にいい作戦だと思いますよね、はい、健康体である、コンディションが最高にいいジャンボ鶴田を目標にした、ここに山田さん何かこの意気込み感じられますね。うん、まあ、スタートでね、あの鶴田選手が出てきましたしね、はい、不意打ちが成功したと、いうことで今その流れの中にあるわけですね。なるほど、さあ下から潜り込んでサソリ地獄へ誘い、長州力張り切っております。今夜のインターナショナルタッグ選手権、なんとしてもベルトが欲しい、独立して1年目の正念場の今年、しかし今最大の危機に瀕している長州力、このムードを壊さなくてはなりません。それが総帥長州力に与えられた使命感であります。ギリギリのこの札幌決戦、果たして伝統、日本の伝統インターナショナルタッグのベルトを獲得することができるでありましょうか。長州八つ非常に積極的な攻撃、鶴田が耐えます、鶴田が耐えます。さあ今サソリ固めに入りましたが膝をつきました。ここで八つへのタッチ、パーフェクトには決まっておりませんが、その途上で八つにタッチを見せました。この試合も山田さん、鍵を握っているのは八つ吉明ですか。うん、そうだろうと思いますね、まあ、あの前回の東京大会でも、はい、選手が非常にあのうまい試合、もう本当にいい健闘を見せたんですね、はい、まあ、あの結果的には彼がボール負けを喫したんですが、もう試合の途中についてはもう文句のつけようがないぐらいよく動いた、はい、今もね、あの長州選手はせっかくあの技をかけながら途中でやめてしまった、あの辺がちょっとね、あの理解できないんですが、はい、やはりあのまだこう後遺症というか治りきってない部分があるのかもしれませんね。ジャンボ鶴田の試合が非常に長い、まだ天竜の出番がありません。さあブルーの陣内、これはジャパンプロレス軍団長州力八吉明のコーナーだ。リングの中央に持ってきて首4の字固め、今度は長州力の猛烈果敢な攻撃が始まりました。さあ脇腹を痛めてはいるんですけれども、今日は馬場さん十分に体を使っているようですね。そうですね、相手はジャンボ鶴田であります。何かこの長州八つに対しまして怨念がこもったジャンボ鶴田のファイトぶりでしたけれども、今日は先制攻撃を捉えまして、まだ攻撃に出ることができません。ジャンボ鶴田満を持してどこで一気呵成にこのパターンを打ち破っていくでありましょうか。鶴田と長州の対決、ね、天竜にタッチされた時に天竜がどういう風に出ていくかが見ものですね、はいはい、そうですね、馬場さん、この2連戦では天竜の非常に冷静さが目立ちますね。そうですね、今日も懐を温めています。
さあ今度は休みあります。もう一人で戦いますが、おっと相打ちか、おっとぶつかり合いました。さあここで反撃態勢、さあなんだジャンバリアット、ここで爆発、黒いサポーターが踊ります。さあ出てきたぞ、天竜が躍動する、飛ぶ打つ、カウンターのエルボー見事に入りました。そして連打した、すごい勢いで打ちまくる天竜、ものすごい気迫ですね。山田さん、すごいですね、すごい気迫ですね。スピードといいね、力の入れようといい、本当にね、この順にね、気迫がみなぎってますね。この嵐のような構想の中で、ただ一人冷静天竜、動乱の中からワンポイントのチャンスを逃さない判断力、これは立派です。そうですね、山さんね、そうですね、非常に今もずっと耐えて、はい、コーナーで待ってて、一気に力を爆発させる、はい、まあ、もうしかもですね、決して精神的には乱れてない、この辺りがすごいですよね。しかし天竜の右手首絆創膏を当てておりますが、ちょっとご注意でございます。注目してもらいたいと思いますが、 1.28 東京決戦で長州力のバックドロップを食った時に腕が逆さになってしまいました。手をついた位置が逆さになってしまいました。従いましてこの右手首を負傷、ちょっと膨らんでおります。右手首にむくみを感じているというその天竜でありますが、さあ行きます、また攻めました。ヤツが打てる、すごい勝負、意地の張り合い、意地の張り合い、力の勝負、札幌中島体育センター湧いてまいりました。すごい気迫だ、両選手すごい気迫であります。札幌決戦、猛然と襲いかかる両軍団、熱く燃え上がるリング以上、外はきらめく幻想の世界、雪まつりで大通り公園は純白のファンタジーに酔う人でいっぱいでございます。リング上は熱くなっています。まあ冷静な、今夜は冷静なジャンボ鶴田がパートナーの天竜にゆっくり落ち着いていけという指示を与えました。ここまでの展開、馬場さんどう見てますか。まあね、ジャパン軍団のちょっと作戦勝ちみたいな気もしますがね、さあ再び八つと天竜の戦いになってまいりました。今の八つを馬場さんはどう見てますか。いや、今の天竜の方のホワイトの方がいいと思いますがね。八つの今の状態どう見てますか。あ、今ですか、はい、まあ、もうこれはもう天竜に腕を決められますからね、八つは動けませんがね、はい、まあ、天竜がこういう技ができるようになってきたということはね、大きな収穫だと思いますよね、はい、この2連戦で一番目立った働きをしているのは山田さん、何かこの八つ吉也というような感じがするんですかね。僕は非常にいいですよね、はい、まあ、レスラーというのは何かきっかけをつかんだ時強いですね。さあ今度はインターナショナルタッグ選手権者チーム、ジャンボ鶴田であります。もう前半戦は打たれっぱなしのジャンボ鶴田、さあここで猛然と襲いかかるでありましょう。さあ鶴田とヤツ、なんだジャンピング2位か、おっとストマックに打ちました、ストマックに打ちました、胃袋を蹴り、やはり戦法を変えてまいりますジャンボ鶴田。ああいう感じの時に必ずジャンピング2位を打ったんですけれども、胃袋蹴りでしたね。そうですね、まあ、相手の位置が低いと、はい、いうこともあったんでしょうが、まあ、今の非常にキックなんかね、はい、とても力強いですね、一発一発がね、そうですね、ぐさっと腹に詰まってるという感じです ね、お互いにねスピードがありますからね、うん、どちらがスピードがないとね、これ不細工で一回かえって決まらないんですがね、はい、お互いにスピードがあるだけにこの決まった技も綺麗ですしね、よく効きますしね、そうですね、コブラツイスト合戦でありますが、今度は安吉明が腰の位置をぐーんと下げまして、ジャンボ鶴田に密着プレーであります。この辺りの密着プレーも非常に上手くなった、成長著しい八津吉明、ちょっと腰を気にするジャンボ鶴田、八津を場外に送り出しました。今のところまだまだ一進一退の攻防が続きます。札幌決戦インターナショナルタッグ選手権王者チームは通算7度目、この長州八津を見事にピンフォールで切って取りました東京決戦。さあ今夜の対決、またまた中身の濃い試合になりそうでありますが、さあ八津から長州へつながれました。さあトップ同士の対決であります、因縁があります、怨念があります、非常に怨念のこもったファイトまた見られます。意地の突っ張り合い、殴り合い、打ち合い、さあ鶴田先手を取った、ジャンピング2、ジャンピング2当たりました、アルドセンター見事な一手、さあ札幌のお客さん湧いてまいりました。鶴田が攻める、また脇腹攻撃、おっとバルトついてくれました、一瞬にして攻守ところを変えました。馬場さん、今のは切れ味がいいですね、バックドロップ。そうですね、まあ、こういうね、一瞬に決める技が4人とも持ってますからね。
それだけ山田さんスリルに富んだインタータッグ選手権と言えますよね。はい、全く目を離せないですね。そうですね。さあ両者が位置を変えまして、今度は珍しく全日本軍団ジャンボ鶴田天竜がダブルの攻撃。さあ NGA のパターンに持っていくかどうか。力強い天竜の攻撃。さあ天竜が脇腹を狙う。エプロンサイドから鶴田が脇腹を狙う。設定して相手の弱点を突きます。これはプロレスのセオリーだ。どうしても勝たなくてはならない、タイトルを守らなくてはならない。鶴田天竜ガンガン行く。天竜がガンガン行きます。さあ脇腹をめった打ち。長州長州だんだんマットに沈んでいく。本気を発揮された。さあサソリ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 が入った。札幌決戦どうしても戦ってはならない。長州力。山田さん、長州と安田ですね、試合前に言ってたんですけれども、2連敗は絶対に許されない、もし今夜負けたらジャパンプロレスは破滅の道をたどることになると、このように言いました。どうですか。まあそれぐらいのね、そうな決意で向かってきているところは間違いないですね。はい、そして、まあ、しかしね、とは言っても王者チームだって、なんとしてもこのファンの前で勝たないといかん、はい、守らないといかんという気持ちでしょうからね。だからこういう強いファイトになるわけですね。さあ勝負の方は天竜からジャンボ鶴田へのつなぎであります。さあ再び頂上対決を迎えます。おばさん、ズバリファンの方はこのシングルでの頂上対決早い時期やってもらいたいと言っておりますが、どうですか、その点答えが出ますか。そうですね、考えなきゃいけないですね。考えてください。さあリング上インターナショナルタッグ選手権、海外では AWA の世界ヘビー級の王者交代劇がありました。スタンハンセンが見事にリック・マーテルを破りましてニューチャンピオンに輝きました。この模様は来週の放送でお送りしますけれども、 AWA 世界ヘビー級タイトルマッチ、山田さん、これはなかなか中身の濃いタイトルマッチでしたね。そうですね、あのハンセンがね、また非常に巧みなチャンピオンを相手にして、はい、一風変わった戦法というか、何しろボストンクラブでですね、ギブアップを奪っての世界王座獲得、はい、これはもう本当にね楽しみですね。そうですね、そのスタンハンセン対リック・マーテルの AWA 世界選手権、来週の放送。海外では王者交代劇があったんですが、国内ではどうでしょうか。さあインターナショナルタッグ選手権、非常に両軍団が燃えてまいりました。また鶴田と長州、ああ髪の毛を掴んだ、ややラフプレーを展開する鶴田、ね、鶴田選手はボディシザーで言ってますよね、はい、ですから脇腹をぐっと押さえて締めてるわけですよ。そうですね、馬場さん、これは理にかなった戦法ですね。そうですね、ただね、こうやって興奮し合ってますからね、はい、戦法なんかじゃないと思うんですよね、はい、もう出たとこばったりのやり合いだと思うんですよね。なるほど。さあ脇腹のダメージの方はどうでしょうか。鶴田ボディシザース離しません。今やっと離れました。エプロンでロープブレイクであります。タイガーハットリレフリーであります。会場は札幌中島体育センター。外はマイナス6度か7度で非常に冷たいわけですけれども、この館内だけはものすごいいいムード、熱く燃え上がっています。インターナショナルタッグ選手権王者鶴田天竜チーム防衛なるかどうか、それとも長州康2度目の挑戦でタイトルダッシュなるかどうか。さあ脇腹を狙うか。また行きました、アクチンシンク。激しく打ちます鶴田と天竜、これはもう考え抜いた技でしょう。徹底的に長州力の脇腹を狙います。山田さん、やはり相手の弱点を狙ってきますね。やっぱりね、こういう戦いではね、もうこういう非常さというのはもう絶対に、ね、必要でしょうね、はい、おっと右からのリキラリアット。さあここで休みつないだ。天竜が倒れました、不意を食らいました。さあ安吉明ドロップキックを打って自分のペースを取ります。さあロープに投げた、なんだそれだ、スルーだ。安吉明であります。やはり鍵を握る男か。川津だけ川津落とし、放送席ジャイアント馬場さんのお箱、これを盗んだ安、もう一回2位を当てた、2位を落としました安吉明。そして今度はもう一回バックドラップ、連続大技安吉明です。今の流れるような攻撃、安の攻撃、馬場さんどうです。いや、もうこのまま攻めていけばですね、道は開けると思いますが ね、 そうですね。でもやっぱり天竜もそうはいかないでしょうからね、はい、今度はレッドコーナーに連れてまいりました。王者のコーナーであります。ここで勝負だ。ジャンボ鶴田、おっとエルボーを打ちました。さあ非常に今夜はジャンボ鶴田が東京大会と打って変わってジャンボラリアット、もう一回打ちまくります。すごいジャンボラリアット、季節して
この札幌のお客様からいいぞ鶴田の声。さあ今度は思い切って脳天食い打ち、鶴田がこの何て言うんでしょうか、勝ちパターンに持っていこう持っていこうとしてますね。山田さん、そうですね、いい攻撃ですね、積極的ですね。はい、でもね、ただ急ぐあまりね、誰やともあんまり決まってないですね。決まってないんですか。あ、今日の試合では2発打ってますからね、山田さんね、いずれもこのしなるように右の腕が飛んでいってるんですけども、決めはないというジャイアントの馬さん。さあ今度はブルーの陣内でもつれ合ったところ、もう一回今度はいきなりやっと空振りだ。さあラリアットがまた相打ち、また相打ちであります。いきなりやっとジャンボラリアットが交錯いたしました。最近このシーンが多いですね、山田さん。そうですね、今のなんかね、ちょっとわかんないんですがね、はい、なんか金田選手の方が効いてるような気がしますね。はい、さあリングの中でぶっ倒れておりますのは長州であります。ここでジャンボ鶴田が再び怨念を込めて、怨念を込めてダブルチョップ、脇腹をめった打ちにします。脇腹をめった打ちにします。そして髪の毛を掴んで抱き起こす。いつの間にか長州力の絆創膏が剥がれてしまいましたね。そうですね、素肌です。さあダブルの攻撃、全日本軍団。さあ天竜が、天竜がさあ円髄のあたりを見ているが、円髄切れ、ここで一気に長州力を潰すか。防衛の可能性大きくなってまいりました。このまま追いかぶさりますが、さあ渾身の力で長州力また返す。おお、長州の延滞、これは珍しい。山さん、長州も考えた技ですね。ちょっと息をつかれましたね。こういう、こうやってね、とっさに出るんですよね、とっさに出るんですね。こういうのが 大事なんですよね。はい、さあここが勝負の山かと思います。やつ、さあベアハグ、このままです。天竜は投げた、そのまま抑えた、カウントが進む、カウント2まで行きました。天竜の動きもやや鈍くなってまいりました。一瞬鶴田が入ろうとしました。リングの中央、ヤツ、さあパワースラムで天竜を翻弄する。ヤツが、ヤツが攻勢、ヤツが攻勢であります。まあ、天竜はね、右手が効かないのはやっぱりちょっとハンデですね。そうなんですね。さあまだまだ攻撃が続きます。安吉明の波状攻撃、さあ今度は肩から当たりました。肩から当たりました。ここでジャンボ鶴田にダイビングタッチ、これはいいタッチだ。さあ鶴田がずっと満を持しておりましたので、ここで一気にボストンクラブ、ボストンクラブ、このまま八吉明にズバッと取れば7度目の防衛成功だが、どうでしょうか。さあもう一回ボストンクラブでいきます。このボストンクラブで山田さん、スタンハンセンは AW の世界チャンピオンになったんですね。そうですね、まあですからこれはね、うまく決まりさえすれば、ギブアップを取れる技ですからね。そうですね、その模様は来週の放送です。まだ役がね、立ってますからね、はい、スタミナもまだ十分ですね。まだありますか。両選手の表情を見ましょう。あ、八吉明、相当疲れたなという表情はしておりますけれども、腕の力で支えました。もう一回ジャンボ鶴田が覆いかぶさります。カバーの体勢に入っています。カウント2まではいきます。ここで山さん、鶴田としてはどうしたらいいですか。いや、やっぱりもう技の積み重ね、とにかく攻めて攻めてね、はい、攻めまくって、やっぱりさっきも思ったんですが、どの選手も一発の大技持ってますからね、もうチャンスをもう狙うしかないですね。なるほど、今度は寝技、グランドでの展開、リングの中央、いいポジションを取りました。ジャンボ鶴田、キャメルクラッチホールドに入っています。腰の位置はいい。さあ腕の、両腕の位置はどうでしょうか。ガン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 絞り込みます。この時点でのこのキャメルクラッチホールド、ババさん、技の解説お願いします。まあいいと思いますけどね、はい、まだ野球にはね、そのまだ大丈夫というもんがあると思うんで、ですから長州が入ってきませんよね、まあ、本当に飛んで危ないと思えばね、長州も入ってきますよ、はい。さあそこで長州力が飛んでまいりました。長州力のボディにぐるぐる巻かれておりました絆創膏は、あまりの激しい試合でいつの間にかなくなっています。さあ今度は天竜へタッチを見せます。ジャンボ鶴田、天竜チーム、王者チーム、勝てば7度目。さあサイドスープレックス、リングの中央。さあ天竜の頭の中は何を組み立てているんでしょうか。まあ、今腰をね、痛めてますからね、やっぱり腰をどんどん攻めていくということですよね、さあパワーボムの体勢、パワーボム、おっとおっと肩を打ち砕きましたね。そうですね、ショルダーバスターですね、ショルダーバスターに来て取りました。そしてテキサスクローバーズホールドでありますが、右の手首がほとんど効きませんが、こういう時どうでしょうか。テキサスクローバーズホールドに入っています。ジャンボ鶴田は長州の出方を見守っています。テキサスクローバーズホールド、おばさんどうですか。天竜、天竜手首に力が入らないですからね、あまり強烈なダメージは受けてないようです。
まあ、大事なところをこの大試合で痛めましたね、山田さん。そうですね。手首は、まあ、右の手首をかばっている天竜。これはお互いにね、長州も、はい、暴れが悪いですしね、まあ、足ここは痛い、ここは痛いと言ってられないですよね。あ、そうですね。まあ、手負いの虎同士の対決、言ってしまえばそれまでですけども、しかしまあ、メンツと高校と、さあ、おっと、メイヤーと、これからベルトが使っている、新たな試合の決戦試験、クルタが思いっきり直進いたしましたが、右の膝がコーナーマットに当たりました。さあ、安吉明に声をかける、長州力。さあ、ここは、長州力、安軍団、大きなチャンスかと思います。インターナショナル体重選手権、ベルトの移動があるかどうか、クルタが先に立ち上がった。鶴田が先に立ち上がりましたが、右の膝を打たれました。右の膝をちょっと気にしております、ジャンボ鶴田。しかし天竜の右膝、頭を飛ばしてまいりました。頭を打ちます。ここでゆっくりと天竜にタッチ。山さん、インタータッグの王者チームの考えは何なんでしょうかね。これはもう試合の流れがね、そういうのってくるとね、はい、ちょっとわからないですね、はい。まあ、今はとにかく鶴田選手、右膝をね、失敗してコーナーに打ちつけた、はい、そこで天竜選手にタッチをした、うん、これもやっぱり一番いい形でしょうね。今が一番いい形なんですかね。何度も何度も勝機があるような感じがしましたがね、今までの流れの中でね。しかしそれ、なかなか、はい、ダブル円錐です。さあ、ダブル円錐です。ジャンボ鶴田と天竜、この技を狙っていたか、サンドイッチ状態にいたしました。そして最後は天竜に渡します。ダブル円錐攻撃、馬場さんどう見ました。もう一回テラーボン、東京オーケストラがこれで防衛しましたが、今度は長州と絶対垂直落下式のバックドロップ、垂直落下式のバックドロップ、ここでジャンピングニーを当てる。長州力を場外に送り出した。試合の権利のあるのはやっと天竜だ。やっと天竜、さあさあ、やっと犯人、もう一回ドラッグゲッカー、コーナーに追い詰めた天竜。さあ、必死の頑張りを見せるか、ここでタッチを見せるのか、まだいかない、タッチを見せません。さあ、天竜が狙っています。天竜が狙っていますが、手首に力が入らない。おー、気合を入れる鶴田が天竜に気合を入れました。これは珍しいシーンだ。さあ、一旦左の割り合ったが、失敗だ、失敗だ。さあ、役は、なんだ、役は打つぞ。しっかりとロープにしがみつく天竜、ロープにしがみつく、離さない、離そうとする役、なんで持ってきた。ジャーマンスープレックスの体勢でありますが、さあ、ロープをしっかりと持っている。さあ、役がこれを、あー、ラリアットを打って離れた。今度はジャーマンスープレックスゴールド、アントクリー長州のラッキーム、右からの三角形のベルトでゴーアップ、長州に役者に行くのに、長州に役者に行くのに、ベルトの交代であります。札幌中島体育センターで大ハプニング。長州力、安吉明チーム、見事なインサイドワークによりまして、とうとうインタータックルでベルトを取りました。馬場さん、今の作戦どう見ましたか。馬場さん、今の作戦どうですか。まあね、作戦じゃないと思いますよ。もう本当に出たの勝負でね、まあこれは仕方がないですね。まあ、長州のあのラリアートがよく効いたと思いますしね。はい、しかし、まあ、正確に言いますと場外で打ったラリアットですから、これは山田さん反則なんですよね。まあ、そうですね、パートナーのね。ただ一瞬のことですしね、もう結果はこういうふうに出てしまったと、はい、そうするとやっぱりね、向こうの根性というかね、はい、まあそこであの長州選手が横殴りの、ね、ラリアットをかけた、それがもうまんまと国に当たりましたね。そうですね、ボール勝ちでインターサークのベルトを強奪した長州やチームに、今日本テレビからの長州のトロフィー、そして伝統あるインターナショナルタッグのベルトが巻かれてあります。爽やかな表情を見せました長州康。馬場さん、これからのインタータグの行方ですが、もちろんリターンマッチも考えられますけれども、ザ・グレート歌舞伎軍団も名乗りを上げてますよね。そうですね、まあね、この今日のやつなんかもよくやったと思いますよね、はい、長州をかばって本当に一つやったような感じですからね、そまあその行方はね、本当に、まあ、次のシリーズもやっぱり鶴竜も挑戦するでしょうしね、こうなれば。そうですね、ザ・グレート歌舞伎軍団も名乗りを上げているだけに、このインターナショナル体重選手権のこの黄金のベルトを巡っての対決は非常に今後注目していかなくてはなりません。勝負は24分01秒、長州康が見事に鶴田天竜を切って取りまして、インターサークのベルトを手中に収めました。
さあ来週は白川大会の模様とアメリカニュージャージー州メドランドで行われた AWA 世界ヘビー級選手権、ディック・マーテル対スタン・ハンセンの AWA 世界ヘビー級選手権試合をお送りすることになっております。どうぞお楽しみに。エキサイティングウォーズ日程です。2月22日戸田で開幕、25日大田区体育館、3月1日秋田、4日大阪城ホール、5日松坂、6日蒲郡、7日浜北、10日仙台、13日は日本武道館です。柔らかい高性能が今評判です。セブンススカイライン、人に優しい都市工学です。8日9日は日産プリンスへ。おいおい、そんなところでしちゃダメだよ。日券のトイレがあるじゃないか。いけねえ、忘れてた。いつでもどこでもレンタルします、日券のトイレ。日券さん、ありがとう。建設機械からトイレまで何でも貸します、レンタルの日券。ロックンローリー、ノーズ一発のカーベイビー、あなた素敵の目の前チカチカ、タッチ一発がシャンベイビー、二人たちまちロリロリロリカー、ラブは激しくロックンローリー。キラキラ胸騒ぎ、ロック式水性ボールペン、青春の